これマジサンタさんが、そうよ、サンタさんが持ってくるやつだよ。こんなやつ何これ。はい、どうも、北のうちたちのフェルトです。ですね、ちょっとめっちゃ今汗だくなんですけど、9月13がハルくんの誕生日なんですよ。で、今日は14なんですけど、ちょ今から今ハルくんの誕生日プレゼントを買ってきて、まあここに物があるんですけど、まあもうハルくん家の前なんで、ちょっと玄関開けてね、いきなりこれを渡してどんな反応するかっていうサプライズを仕掛けて寝たいと思います。いやー、これ買うのにね、めっちゃ歩き回ってめっちゃ汗だくなんですよ、今やばい。はい、じゃあ早速行っていきましょう。誕生日おめでとう。え？おめでとう。でかっ。何これ。これマジサンタさんが、そうよ、サンタさんが持ってくるやつだよ。こんなやつ何これ、何入ってんの。うぃやばっ。ゲーマンじゃねえじゃん。というわけで、プレゼント中身は20種類のカップラーメンでした。すげえ、これで。いや、服とかじゃないんだよね。服とかさ、アクセサリーじゃないんだよね。違う、俺はやっぱ生きるための。そう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 。ハルくんといえばその日暮らしで有名だからね。何個ある。多分20種類あるんだよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。俺やったわ。あれ、やべ、落としてきたかも。わけやべ、落としてきたかもしんねえ。あ、これ落としてなかったわ。はい、20個目。きた。しかも20個目が天下の焼きそば弁当、大当たり。見てみ、しかも俺超レアなサイン入りとミミズみたいなタマメがあるから。やべえ、これは嬉しい。はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。でこれ袋はビレバンなんだよ。そう、ビレバンにさ、カップ麺売ってなくね。カップ麺売ってないんだけど、なんか最初ね、段ボールにこいつら入れてた。はい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 。段ボールに入れてたけど、まあちょっとせっかく誕生日だからさ、ラッピングしてもらおうと思って、ビレバンでこれ入れてくださいっつったの。そうそう、ビレバンに、何なのそれ。いや、ビレバンに段ボール持ってって、これラッピングできますかねっつったら、ちょっと無理ですねって言われて、すげえ苦い顔されて。そうそう、だからなんか買ってって言われて、そう、コーラ1本だけ買って、買って、じゃあこいつらラッピングしてくださいっつって、この袋の中に全部俺が詰めて。めっちゃ変なみたいに言われたからね。いやいやお前本当にいいやつだな、本当に。いやー、これ俺のこと考えて、食料を買いに行ってくれると。これからよろしくな。ありがとう。いや、泣いてねえだろ。じゃあ僕は、はい、行きます。せーの、ゴーバックジャンプ、ゴーバックジャンプ、ジャンプ、ゴーゴーゴーバック。いや、もうそれ行くと思うんだよね。4、9、9、8、8。行くぜ。おお、いった、ぴったりまでいけたけど。イエーイ、来ました、ついに5万人。ありがとうございます。